この邪魔なもの。うん、何どれ、あ、これか、持ってきてくれてんだ。これが、え、これは本当に私物なんですか、岩崎先生の。岩崎さんの。あ、これがいらないと。でも捨てるに捨てられないと。これは、なんだ、ゲーセンとかで。プライズですかね、説明いたしますと、まあ、折りたたまっている3枚の座布団ですね、うん、こう畳むとなんかこう1枚になるんですけども、ビロッて広げるとこう3枚になるって、うん、でも繋がってるんですよね、はい、で側面にですね「ザ・ブラック・トライ・スターズ」って書いてありますね、書いてありますね、何かっていうとまあ直訳して黒い三連星なんですけども、ね、黒い三連星ですね、側面にですねドムが3体描かれる、あのちょっと角度の違うね完全にガイア・オルテガ・マッシュって書いてあるもんね、黒ドムガイア1書いてる、オルテガ2マッシュさんって書いてあるジャッジストリーマッチャーって真ん中のやつが言ってるね、うん、まあ、プライスアイテムの、うん、まあ、座布団ですね、はい、これが捨てるに捨てられないと、うん、どうしたらいいですかってことなんですけれども、捨てればいいじゃん、まあ、時期的にね大掃除ですけれども、皆さん大掃除やりました？まだです、まだです、やってないと、ちょくちょく掃除はしてます。あ、本当に。ついたくんはちょくちょくやってんの、はい、やっぱり紙とかがすごい増えてくるじゃないですか、ね、原稿関係ね、その都度捨てちゃう、俺処分しないと大変なことに、確かにね、みんなファックスの裏紙にしてるけどね、僕はね、あ、うん、じゃあ大掃除の時に例えばこういうものが出てきちゃったと、はい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 、岩崎先生みたいにね、俺これどうしよう、なんか捨てるに捨てらんねえな、小野大輔のサインが入ってるひねなんとかっていう CD が、もうひねなんとかで切れちゃってる、モズだよ、モズだよっていうなんか変な CD 出てきちゃったんだけど、これどうすか、捨てるに捨てらんねえなっていう時にどうすか、皆さん田んぼに置きます。ああ、カラスよけ？うん。あ、ひでもふざけんな。お前が作詞した曲も入ってるっつう。残念な。なんだっけ、DAISUKY 空気読めないだっけ？ああ、正しいな。大好き空気読めない。ふざけんな。ふざけんな。だった時に皆さん、結構頑張ってこのコーナーやろうよ。掃除の意見出そうよ。じゃあ例えばこれがあったのか、これがね、黒い三連星のジェットスリーマタックのこの座布団が出てきたら、これちょっといらねえなって時どうする？でも中村の家は比較的地べた生活。なんですよ、テーブルとかじゃなくて床なんで、ね、だから中村の家に俺はあげます、ね、俺だったらこれ俺いらねえよ、正直だな、お前いるはずだよそれ、はっきり言う子だね、お前の家に必要だよそれ、アコーディオン鍛える人がこれ持ちゃいいんだ、アコーディオン、え、練習するのに本物で練習しろよ、お前帰れまあ待って、まあ待ってな、まあ待って、まあ待って、ガイア・オルテガ・マッシュの中の人たちにサインをもらって余計捨てられなくするってのはどう、価値を上げますか、価値を上げて、あ、そうですよ、だって価値を上げちゃえば捨てる必要がないです、そうその代わり使用もできなくなる、なんかうかつに座れなくなる、神棚に飾るから、なかなか我々のレベルからするともらいづらいですよそのサイン、だからこそ貴重なんじゃないですか、じゃあ中村トライしろよ、やだよ、もらったら岩崎先生に返せばいいんじゃない、そうしよう、どうでしょうか、岩崎先生いかがですか、頑張りますよそう、これ中村君が責任を持ってですね、ガイア・オルテガ・マッシュの中の人にサインをもらってですね、余計捨てられないものにして、まとめた言い方するなよ、余計捨てられないものにしてお返しいたしますので、解決した、ちなみにどのバージョンのガイア・オルテガ・マッシュなのか、それをおつまみ屋に送ってください、よろしくお願いします